パブロフの家、パブロフの家は、スターリングラード攻防戦における激戦区の一つとなったアパートの通称。ここを占拠し過熱な攻撃から守り通した、ヤーコフ・パブロフ軍曹の名をとって、後にこう呼ばれるようになった。スターリングラード市街の中心部にあった4階建ての建物で、1月9日広場を見下ろすようにして、ボルガ川の堤防脇に建てられている。 1942年の9月に進行中のドイツ軍がこの建物を攻撃したので、ソ連新鋭第13狙撃士団はこの建物を守るよう命令を下した。負傷した上司に代わって指揮官を務めていたヤーコフ・パブロフの部隊がここを守ることになった。当初、生存者がたった4人という過酷な戦いになったが、パブロフの部隊は命令通りにこの建物を奪われることなく、 守り続けた。しばらくして、機関銃や対戦車ライフル、迫撃砲を装備した増援が到着した。全員で25人になった、守備隊の兵士たちは、アパートの周囲に有刺鉄線と地雷を設置し、窓には対戦車ライフルや機関銃を据えた。また、建物内の壁と天井をぶち抜き味方同士の連絡と補給を円滑にし、同時に残壕を掘って、 建物外から遊軍が出入りできるようにもした。こうしたことで、ドイツ軍の爆撃や砲撃があっても、ボートを使って川の向こう岸から運ばれてきた補給物資をこの残壕を通じて内部に運び込むことができるようになった。しかし、やはり食料、満足な数のベッドがないため、兵士たちは配管から剥がした断熱材の上でなんとか寝ようとした。しかし昼夜を問わず攻撃してくる。 ドイツ軍が放つ耳をつんざくような機関銃の音だけはどうしようもなかった。ドイツ軍はこの建物を陥落させるべく、1日のうちに何回も攻撃を試みた。ドイツ軍の不評や戦車が何とか広場を横切って建物に近づこうとするたびに、パブロフたちは陣地の中や窓、あるいは屋根の上から強力な砲火を浴びせて汚染した。 広場が死体と鉄くずの山で覆われるほどになっても、ドイツ軍は、なおここを攻め落とすべく挑戦しなければならなかった。反撃を開始していたソビエト軍の救援が11月25日に到着したことで、戦いは終了した。1942年の9月23日から続けられた激しい戦いを、パブロフの部隊、そして未だそこで暮らしていた、ロシア人の市民たちは耐え抜いた。 パブロフの家の現状と壁面の記念碑戦争以前、ドイツ軍はソ連の諸都市を占拠して国全体を征服するのに数週間もかからないだろうと考えていた。しかし蓋を開けてみれば2ヶ月かけてもこの半ば廃墟と化したせいぜい十数人程度の兵士によって守られた家屋の一つすら占領できなかったのである。その意味でパブロフの家はスターリングラード攻防戦。 ひいては独ソ戦全体を通してソビエト軍が見せた我慢強い抵抗の象徴として見られるようになった。このことはドイツの地図においてこのアパートが立つ1月9日広場が要塞として記載されていることからも伺える。スターリングラード攻防戦においてソ連側の司令官だったワシー・リー・チュイコフはパブロフの部下たちは パリ解放の時の連合軍により多くのドイツ兵を倒したという噂を耳にしたという。戦後、パブロフの家は採築され、現在に至るまでアパートとして使用されており、戦闘後にボルガ川の東側に散らばっていたレンガから作られた記念碑が壁面に飾られている。またパブロフはこの戦闘での功績により、ソ連邦英雄の称号を与えられた。ありがとうございます。